警視庁海外滞在中のガーシー議員に任意の事情聴取要請ということで、動画で著名人を脅迫ポツ名誉毀損ということで、読売新聞が、まあ、独自でこの記事を書いたと。で、まあ、これは私の方もですね、この記事が出ることについては大体、まあ、そろそろ来るのかなというような予想をしてました。佐々木拍手したね、はい、予想してました。というのは23日の記者会見で、まあ、NHK が急に来てですね、日頃来ない NHK が、まあ、ガーシーのことについて聞いてきたっていうこと、およびですね、24日には高橋弁護士の方にですね、話が行ってるということなので、まあガーシー本人に言えばいいのに、弁護士さんの方に聞きたいというようなところはですね、もうすでに日本の警察が刑事事件として、ガーシーを捜査することが実質できないということを僕は露呈していると思います。今回特徴なのは民事と刑事できるんですけど、刑事はいくらやっても無駄なんですよ。これガーシーはもう外国にいるんで、これどうしようもできないんですね。ところが民事の方はガーシー部屋の方に訴状が届けばいいわけなので、民事事件にするのか刑事事件にするのかといえば、僕は民事の方をすれば真実が分かってしまうと思っているので、これどんどんしてきてくださいと思ってるんです。むしろ綾野剛さんに関しては内容証明だけ送ってきて、これ事実だから名誉毀損じゃないよっていうことを、逆にこちら側の方から裁判をして今確認しているところなんですが、まあそこについては綾野剛さんのところは事実であることを未だ認めてなくて、じゃあ綾野剛さんの本人尋問しようよということを言っても今裁判所が認めてない。まあそもそも綾野剛さんの事務所は裁判する気なんかありませんと。弁護士が内容証明送ってるのに、内容証明郵便送って立花さんの YouTube を止めてくれと、綾野剛に関してのことは嘘だから止めてくれっていう内容証明送ってきたのに、途中でその内容証明は裁判をするために送ったわけじゃないとかって意味わからんことを今言ってるような状態なんですけども、要は民事裁判の方は本人がいなくても代理人弁護士だけで大丈夫なんですよ。ところが刑事事件になってくると、いくら弁護士さんに今要請をしたと言っていますけども、 Zoom とかそういったものを使ってのいわゆるオンラインというかテレビ電話ですね、そういうものでの取り調べってはできないですね。で民事の方は基本的にはできます。これは裁判官がやろうともできますし、ガーシーの言い分をですね、弁護士を通じて裁判所に届けれるんですが、刑事の方は弁護士を通じて警察に届けることができないものなんですね。でちなみにこっちは時効が進行しています。こちらは時効が止まったままです。つまり20年経ってもこの事件というのはガーシーが日本に帰ってきたら捜査ができるというか、ガーシーを捕まえることができます。こっちの方はガーシーが外国にいたとしてもそれは時効の方は止まりませんので、まさにね、分かりやすいのはこっち西村博之さんね、フランスにいる彼はこっちだけだったんですよ当時ね。でこっちが刑事がないから彼をフランスに逃げることによって民事上何十億っていう損害賠償を払わなきゃいけないのを時効によって逃れたんで、今生き生き日本に戻ってきてるのはそういうことなんですけどね。で私自身はこうなるのも分かってたので特段驚いてません。だから23日の、まあ、NHK の取材に対しても読売新聞の取材に対しても最後書いてますね、これ同党の代表立花党首は23日の記者会見で無理に帰ってこなくていいよと伝えた、戻ってくることはないと考えていると述べた。これ私の感覚正しいでしょ。こうなるのは分かってたからです。でガーシーに投票した人の多くが日本に戻ってきて、ガーシーに国会に出て他の国会議員たちのこれまでいた国会議員のような質問をすることを望んでるかって言ったら、僕はそんなもの最初から望んでないと思ってるんですね。要はこの芸能界と政治家と大金持ちのこの癒着関係を暴いてほしい。だからここが一番ポイントです。この国の裏側、裏社会ですよね。悪いことをしてお金を儲けているこの3つのいわゆるトライアングルなんですよ。芸能人は目立つことが得意なわけですね。ただお金持ちからお金をもらわないと芸能活動だけではそんなに儲からないんですよ。で当然政治家というのは芸能人の人を寄せつける力を求めてるわけですね。政治家は
自分たちの講演会、応援してくれる人にうちのパーティーに来てくれたら芸能人が来ますよとかね。つまり芸能人は政治家に票を与える力を持ってるんです。お金で票は買えないので。で、政治家は大金持ちに対してこの人たちが仕事をしやすい環境を作ることができるんですね。だからこのトライアングルです。政治家は大金持ちの人たちが儲けることがしやすい法律を作ることができる。大金持ちの人たちは芸能人にお金を渡すことができる、パトロンとしてね。で、ここが癒着してるんですよ。だから決して芸能界と政治が無関係じゃないっていうのは僕ずっと言ってるじゃないですか。現にその芸能界の綾野剛が所属しているトライストーンの山本又一郎さんが政治家である今官房副長官である木原誠二さんと写真を撮ってることを今年の3月にアップしてますけども、それで分かるようにですね、芸能界と政治家っていうのはむちゃくちゃなことしてるんです。これ NHK も含めて、そういう裏側を暴いてほしいと思ってるのが私であり、ガーシーを支持した人28万8千票も入ってますからね。で、逆に言えば28万8千票ということは1億飛び500万人ぐらいの有権者がいますから、 90% 以上の人は別にガーシーに投票してないから、この問題についてはガーシーが悪い当然思うわけですね。でも日本の裏側を知ってる人、日本の将来これおかしいよねと思う人はガーシーに投票していると。ですからガーシーに期待してるのは 99% 程度の国民が期待してるような普通の国会活動ではなくて、こういうですね、裏側、華やかな芸能界や真面目そうな政治の世界、そして全然庶民には見えてこない大金持ちの実態をガーシーに暴露してほしいと思ってるわけですね。だから僕はガーシーがこういう著名人の、この複数の著名人となっていますので名誉毀損、これをこれからもしてくれると思います。これによってもうさすがにこの報道でガーシーは日本に戻ろうとは思ってないと思います。やっぱり日本に戻れるんじゃないかという期待を持ってたと私は思うんですが、僕は BTS 詐欺のところについてはこれは日本に戻ってきても大丈夫だと思っていましたが、やはり複数の著名人に対しての名誉毀損に関しては、これはそもそも例えば YouTuber に公益性があるのか公共性があるのか、 YouTuber も叩いてましたからね。だからテレビという電波に乗っている有名人とちょっとこの YouTuber とは僕は違うと思うんですよ。 YouTuber に公益性があるのかなってすごい思ってるんで、まあそういう意味では複数の著名人の名誉毀損をしてるっていうことは私自身は当然分かっていましたので、今後こういう形で警察の方から言われてるのは想定してました。だから日本には帰ってこなくていいよと。で、じゃあ真相解明をするつもりがないのかって、そうじゃなくて、別に名誉毀損なんていうのは皆さんご存知の通り、名誉毀損の真意を争うのは刑事じゃなくて民事なんですよ。で、民事は争えるじゃないですか。ガーシー自身が弁護士などついてるから。しかもガーシーを訴えてもお金入ってこないっていうことではないですよね。というのはガーシー自身は国会議員ですから、ガーシーの報酬、議員報酬っていうのは月100万円ぐらい、百何十万かな、差し押さえることができますから、今訴えてる複数の著名人は警察に訴えることだけじゃなくて裁判所に訴えていただければ、こちらとしてはガーシーの言い分を聞いて対応させていただきます。お金もね、実際差し押さえできるわけですから、差し押さえされる前に、ガーシーのお金っていうのは場合によっては払うこともできますので。で、まあね、ここですよ。私もガーシーも言ってるのは、悪にしか暴けない悪がある、悪にしか裁けない悪があるっていうことをずっと言ってきたんですね、選挙の時から。だからガーシーも悪だよ、でも言われてる人も悪だよねということをそもそも言ってるわけですよ。だからもうこれね、今の法律を超えて、これまで の既存の考え方をもう飛び越えてですね、ドバイから情報をね発信するっていうことは想定されてないんですよ、この国の法律が。もちろんドバイに写真付き動画付きの映像っていうか証拠が送られるっていうことも想定されてないんですね。要は
YouTuber というのはですね、もうちょっと恐ろしいんですよ。日本からドバイ、ここに証拠の映像、写真や動画、文章が、LINE のスクショが送られ、ドバイから日本に、この芸能人、この政治家、こんなことしてましたよって、YouTube のシャワー、情報のシャワーを降らせることができると。で、今、ガーシーの YouTube っていうのは停止されています。しかしながら、第二のガーシーっていうのが僕は出てくると思います。これは、ガーシーが この事件で注目を集めたので、これからのガーシーの発言っていうのは、また僕は過激になると想定しています。で、その過激になったガーシーのことをですね、第二のガーシーというのは、いわゆる VTuber とか、ガーシーの言うことをそのまま伝える人が、また注目を浴びてですね、ガーシーこんなこと言ってるというところで、第二のガーシーが僕は出てくるのではないかなと思っています。これまでは本当にここにメディアっていう、テレビっていうのがあったわけですよ。この人たちを守ってきたのは最終的にテレビなんですよ。テレビ局がむちゃくちゃなことをしても免許が剥奪されてない、電波が止まってないのは政治家と仲良くしてるからですね。で、テレビ局は大金持ちからスポンサー、広告費もらわなきゃいけませんよね。で、芸能界からも有名人を出演してもらわなきゃいけないから、ここの癒着関係っていうのはもう明確なんです。本来この癒着関係を暴くのが NHK の仕事、役割なんですね。大金持ちからお金もらってないから。でも NHK もこの政治家とすり寄ることによって、国会での予算を通してもらってるから、NHK もこの問題を追及できない。だからガーシーのような悪にしか暴けない悪が出てきたわけですね。ガーシーというのは、つまり彼自身がメディアです。ガーシーというテレビ局でもない、新聞社でもない、新しいメディアが出てきて、お前人のこと言えんのかガーシーとこう言われるわけですね。お前も詐欺やってるじゃないか、お前も名誉毀損やってるじゃないか。でも、いや、それはやってるよ。でも、それは関係ないと。こいつも悪なんじゃないかっていう、要は新しいメディアが登場して、この既得権と言われる人が今、ガーシーを叩いてる状態なわけですね。警察はいくら、ガーシーに捜査をしようとしても、ガーシーがドバイにいる以上は、これどうしようもできないですね。これもし、日本の警察がドバイに行ってですね、ガーシーに、強制的に何かをしても、おそらく UAE という国は、それをやめてくれということを言うと思います。中立な国ですから、ドバイっていうのは。ですから、それは僕はないと思います。ですから、民事でやれば全然いいわけですよ。複数の著名人と言われてますけども、これからもガーシーに対しての民事、刑事の動きがあると思いますので、そこは私は私なりの視点で、解説していこうと思いますので、そこについては期待をしていただければと、注視をしていただければと思います。ということで、まあ常識とはね、全くかけ離れたことを言っていますから、多くの人に私の考えやガーシーの考えを理解してくれというつもりはありません。ただ、日本の闇、テレビ局、芸能界、政治の世界、そしていわゆる大金持ち、この辺の既得権をですね、ぶっ壊すために私は、ガーシーに選挙に出てくれとお願いをしました。そしてその選挙にガーシーが出てくれたおかげでですね、28万8000人を超える有権者の方がガーシーと書いてくれたことによって、今ガーシーは国会議員です。さあ、このガーシーの問題は新たなステージに入ったと私は確信しております。今後もですね、そういう不当な権力とですね、戦っていくつもりでですね、ガーシーと一緒に戦っていきますので、応援いただける方は応援よろしくお願いいたします。NHK をぶっ壊す。